はい、皆さんこんにちは、 MG でございます。本日はですね、結構久しぶりのシャドウファイト2を、やっていきたいと思います。ね、なんでね、こんな久しぶりにやるかっていうと、意外とね、このシリーズ好評なんですよね。まあなので、ね、それも僕が結構このゲーム好きだっていうこともあって、まあ定期的にね、やりたくなってしまうゲームの一つでございます。これね、意外と神ゲーだったということで、今日もね、のんびりとやっていきたいと思います。僕ね、ちょっと実は撮影外で結構やってたよっていうご報告が一つ目と、あとですね、僕のチャンネルの、視聴者さんっていうのが大体85%から90%くらいがまあ男性視聴者さんなんですね。まあなのでですね、結構こう、なんて言うんでしょう、僕が好きなゲームをやると、うん、割と視聴者さんが好きなゲームになりやすいっていう傾向があったんでね、結構僕が好き勝手ゲームをやっていきたいと思います。何しよっかな今日。まあ今日ですね、とりあえずこのメリケンサックを使ってですね、もうシャコシャコで敵を倒していきたいっていうのが一つ目と、あとね、なんかこうスキルをゲットしました。デスペラートっていうプラス 15% のダメージ、なんかね、ヘルスが 20% 切ったらみたいなね、切ったらっていうか、説明よく一応英語わかんないからわかんないんだけど、なんか多分だけどヘルスが 20% 以下になったら、攻撃力がプラ 15% されるよっていうことが、ありましたので、ちょっとねそれやっていきたいなっていうのと、あとね、めっちゃステージあんだねこのゲーム。これはね、なかなか楽しみですということで、では一発目はですね、じゃあトーナメントからやってみましょうか。もうレベル7まで来ました。敵がハードになってしまいましたね。もう勝てる気がせん。ベルベットさんですね。はい、じゃあよろしくお願いいたします。ちょ、何その派手な剣。そりゃ、いって、ふざけんな。強い、やめてよね、まったく。くっそ減る。死ぬ。その2コンボがやばすぎる。距離取って、前蹴りで牽制。できないスタイル。肘からバックブロー3発決めていく。コンボアデプト、ナイス MG。これ3発決めればワンチャンあるぞ。ある、うくん、ここで 15% 上がってる。いけ、今攻め時、当たったか、負けた。かっけえ、このね、影の感じの戦いってさ、やっぱかっこいいよね。やっていきましょう。まずはガードからですね。早い技を出していく。前蹴りで牽制だが、ドロップキックされていくが、ここはスカ角をしっかり決めていけない。ジャンプ蹴りもう外していく。ガードして、さあ3発目スカル、2発目からスカっていく。前蹴り強え。前転で後ろを取って攻撃も無理。さらにもう3発下段失敬、もう1発下段失敬。前蹴りジャンプキック、下段読みだ。おりゃクソ、 AI 強くね。死ねー、行け。下段キック。そりゃ。でここは下段から失敬しよう。下段からもう一発、下段から外す。前蹴り。前蹴り、あはははは。頼む。もう勝たせてくれ。頼むお願い。よし。ひでひで、何でもいい、早い。よっしゃ、汚い勝ち方だな。これはね、やっぱこのゲームはかっこよく勝ってなんぼだからね。ちょっとかっこよく決めていこう。まずは上段キック、くそ。まずは3発目がヒットスルー。下段キックで止められるが、読み合いの距離。ここは相手の後ろを取っていけない。下段ガードから投げられていく。下段はしっかりガード、肘、ここから3コンボが無理。 MG さんの3コンボは無理だが、前蹴りヒット、ちょっと下段から失敬して、うーわ当たったか。よっしゃ、これ一発目確定なんだよね、この後ね。あー、僕も下段キック打ちたい。くそ、よし、来た、ナイス。で、ここ3発決めて、前蹴りで牽制できないが、これ当たったらでかい。くそ、空中ヒット、バックブロー。投げろ。いけ、決めろ、足。おお、これやばい、これ神展開だ。勝ったらでかい。だが、ここで勝てるのが MG さん、そして負けるのも MG さん。いったやったー、僕みたいな雑魚でもハードに勝てた。めっちゃ嬉しいなー、これ勝てたのはですね、めちゃめちゃ嬉しかったです。あとね、なんかまたロック解除されましたね。
なんかここプラスって出てたんだけど、どういうことだろう。ここの鍵をロック解除できるのかな。なんか新しいのがありますね、ここに。テイク。コンプリートアデプトか。ああ、なるほど、なるほど。報酬がもらえるっていうことね。なるほどね。で、これで武器とかを買いましょうねっていうね。そうね、メリケンサックがね、うん、だいぶ飽きてきたっていうのと、あとね、防御系をね、多少ね、MG さんね、やっぱ上げた方がいいと思う。さすがにね、このまんまね、雑魚い洋服ばっか着てるっていうのはね、うん、さすがにまずいが、攻めの姿勢を貫きたいので、ここは。510か。買ってみるか。バイ。やばいな、超かっこいいな、これ。どんな技打つんだろう、この武器。普通にパンチがこれ。あ、なるほど、2発押すと、ワン、ツーなのね。で、バックブローがこれ、なるほどね。あ、これ、前押しながらパンチパンチでこれね、オッケー。下段も長い、素晴らしい。上がアッパーね、オッケー。ジャンプ系は特になさそうですね。じゃあちょっと蹴りの関連は特に変わった部分はなさそうですね。よし、じゃあこれでちょっとねやってみましょう、せっかくだからね。でね、なんかこれが出たんだよね、サバイバルってやつ。どういうルールか分かんないけど、とりあえず一回やってみよっか。面白そうだからね、せっかく面白そうなモードがあるから一回やってみよう。お、なに？かっこいい。なにこれ？何刀っていうの？相手のこれ日本刀？え、来たー！ヘル！やばすぎるこの武器。これ強いな、これ。で、距離取って下段ね。結構当たり判定ガバガバだな、これ。でもね、これモーションが遅い攻撃が多いね、こう。速いのがね、これといってないから、蹴りを混ぜていかなきゃダメだが、1戦目、圧勝でござる。ラウンド2ですね。あれ、日本刀じゃない。お、同じ武器じゃないか。やっていこう。で、こっからのムーブが強いね。で、さらに、肘からこれ。これぐらいの距離は中段。投げろ、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 投げろ。で、中段当てられない下段キックも無理だが。さあ、速い技を刺して、ゆく、刺して、バックブローかっけー。ジャンプキック、ジャンプキック、かっけー。この武器強いっすね。この武器強いし、かっこいい、何より。なるほど、これは何、中国系のなんか剣。移動速度が速いが、しっかり対応していく。投げられる。ここはしっかり中段で対応したいとこだが、ここはジャンプ切り、ジャンプ切り、さらにもう一発クリティカルからジャンプ切り、前切り一発挟んでバックブロー、うん、シャコット。ここは確実にからの下段蹴り、前蹴りを当てられない。この武器かっこいいな、相手の。完璧です、完璧でした、圧勝ですね。サバイバルあれなんだね、体力がちょっと減った状態からねスタートしちゃうんだね、前のラウンドみたいにね。さあ、相手はメリケンサック、がっつり3発食らってく。さあ、一発しかヒットしないが、1、2で、もう一発1、2で、さらに壁に追い込んで、やばい、ジャンプキック食らった、やばい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 、ジャンプキックはあかん。さらにこれで距離を稼ぐが残念で、さらに下段キック、これも一発決めるしかない。おりゃおりゃ、しゃーすげえ、これいくらもらえるんだろう、ここまで勝ったら。めっちゃ面白いこのゲーム。さあ来る、肘から、じゃあ距離取られたからクリティカルからジャンプ切り、下段キック、下段キック、肘から蹴られるが中段、中段、中段、あべあべ、シュンシュンシュン。さあ、ここで体力は 15% 以下になったので、あっ、おっ、すげえ、めっちゃもらった。なるほど、このモードなかなか面白いですね。この僕ですね、結構このシャドウファイト2大好きです。いやー、なかなか面白いですね。次はですね、ここのボス、LYNX、リニックス、ラニックス、ちょっとわかんないですけど、ここですね、やっていきたいと思います。はい、ということで、皆様最後までご視聴いただきありがとうございました。今日はですね、割と僕が好き、そしてですね、結構動画でも意外と好評のシャドウファイト2、やってみましたが、いかがだったでしょうか。結構、
久しぶりだったね。まあこの前ですね、まあ、久しぶりのレイブンフィールドもアップしたので結構久しぶりのシリーズが最近は多くなっておりますが、結構ね懐かしい気持ちでいっぱいですということで、ぜひですねグッドボタン、そしてチャンネル登録もシャコッとシャコッとよろしくお願いいたします。では以上、夢でした。また明日お会いしましょう。バイバイ。